こんにちは、デモンストレーターの田原英一です。今日はスリックの大型三脚ということで、大型三脚の中からこの三脚、スリックのプロフェッショナル 2NS 読めるかな、プロフェッショナル 2NS をご紹介してまいります。このプロフェッショナル 2NS というモデルは、もともと1990年代に入ってスリックが考える世界の最高級三脚ということで出してきたザ・プロフェッショナルという三脚があります。ザ・プロフェッショナルというのが今ザ・プロフェッショナル NS というモデルで出てるんですが、それの小型版ということで、まあ小型版といってももともと大きい三脚ですから、これはこれですごく大きな三脚になるわけなんですが、スリックのザ・プロフェッショナルというのが、もうとにかく日本の最高級三脚ということで、パイプの太さが 36mm、 重さが 6.3 キロというふうに考えて作ったものを、数年後、これ確か92、3年だと思うんですけども、パイプの太さを 36mm から一回り細い 32mm にして、全体、雲台とか本体部分も縮小して作りましたという三脚なんですね。当初のネーミング案にはザ・プロフェッショナルよりも小さくなった、4分の3サイズになったからザ・プロフェッショナル4分の3なんていう名称案もあったらしいんですが、そういった名前は採用されずにプロフェッショナル 2NS と、まあ、当時は NS がないからプロフェッショナル2という名前になりました。これね、よく誤解があるんですけれども、ザ・プロフェッショナル2ではないんですね。最高級だから座をつけるということなんで、 36mm パイプ系の超大型三脚シリーズがザ・プロフェッショナル NS、 ザ・プロフェッショナル 4NS ということで座をつけます。プロフェッショナル2は最高級よりも一段下なので、座がつかずにプロフェッショナル 2NS という名前になってるんですね。で、もともと名称はこの2はローマ数字の2だったんですけども、まあ、インターネット通販とかが出始めた時期に名称変更をしましたものですから、やっぱり2の表記が表記揺れといいますかね、ローマ数字の II にしたりとか、いわゆるアラビア数字の2にしたりするという問題がありましたので、このモデルは今プロフェッショナル 2NS の2はアラビア数字にしているというものなんですね。で、最大の特徴はパイプ径 32mm ということで、重い、動かないということなんです。三脚ってカーボン三脚が出始めた1994年が出始めなんですけども、そのあたりから持ち運びが優先事項になってきました。実際は三脚は使うときは動かないことが一番重視されるはずなのに、まあとにかく軽いもの軽いものというふうに進化してきたところがありますね。で、今この32ミリのパイプの太さとか36ミリのパイプの太さの三脚って、世界的にはカーボンの方が多いです。カーボンの方が揺れが少なくなるといったメリットもあるからなんですが、スリックはこのサイズの三脚でもアルミの三脚を残しているということで、この重い三脚を扱う時のポイントなんですけども、基本に忠実にまっすぐ立てて持つということです。4.7 キロ、これを横に寝かしても持つと、これだけで重いということになりますから、まっすぐ立てて持つ。そして、名前が書いてる足から、今から伸ばしていきますけれども、これね、伸ばすと、前高という高さ、エレベーター上げた高さまで入れると、1835ミリということで、エレベーター上げなくても1メーター50センチ超えなんです。だから、このまま伸ばしていきますと、どうでしょう。私の目の高さぐらいではちょうどいいかもしれないっていうぐらいの高さなんですけどね。前足をついてこのように一気にこう広げますと、ほら、身長178センチの私でちょうど目の高さぐらいという感じなんですね。で、もうちょっと低めに立てたいとか、いろんな撮影現場であるときに、この三脚で便利なのがここ、パイプに10センチ刻みでマーキングが入れてるということなんですね。これ太い方にも細い方にもマーキングが入っています。昔はね、この真ん中のパイプしかマーキング入ってなかった時代もあるんですけども、あの当時はね、この溝の入れるのは、これ今レーザー彫刻ということで、レーザーで表面を焼いて入れてるんですけど、
当時は本当にアルミのパイプを削ってマーキングを入れてましたから、細いパイプで削るとパイプは弱くなりすぎるということでやめたんですね。だから真ん中しか入ってなかったんですけど、今はこの細いパイプにもマーキングが入ってるから、例えば下のところから1つ2つ目のところで、この3段目を使うということを決めると、こうやって1つこう畳むでしょ。であとも同じ長さになるようにマーキングを見て素早く調整ができるということで、非常に長さ調整に便利というところが昔のプロフェッショナル2に比べて進化したポイントということで、今一気に同じ長さで調整して胸の高さぐらいの高さに調整しました。まあこういったことと、あとプロフェッショナル2とかザ・プロフェッショナルならではのポイントとして、ナットの大きさが違うんですね。細い方が小さいナット、上の太い方が大きいナットということで、手触りで操作するナットが分かるということも考えています。上の方が力が入りやすいということですね。これ1990年代スリックのアイデアということで、なかなかこういうところは当時からよく考えられてますねということですね。そしてこの動かないというプロフェッショナル2のポイントがエレベーターです。スリックのプロフェッショナル 2NS のエレベーターが、これがですね、ウォームギア式というんですけども、歯車がね、斜めに切られてるんです。これこのクランクを回すと力が90度変換されて伝わるような形式になっていて、ゆっくりしか上がらないという感じですね。回転数によりもこの上がっていくスピードが遅いということで、これ微調整向きのエレベーター、ウォームギア式なんですけども、もう一つの特徴として、エレベーターそのものに重量とか力がかかっても落ちない、引っ張っても動かないということで、必ず操作するときはこのエレベータークランクを回さないと上下できないというところが、重量機材向けの機構ということなんですね。まあこういったこだわりのエレベーターを備えているということと、あと質問が多い機構として、ここにありますこのネジですね。雲台の横にネジがあるんですけども、これは外していくと何か変わるわけじゃないんです。太いネジが入っています。これは U8 分の3インチネジということで、超望遠レンズを固定するときとかに使うネジなんですね。ネジをカメラネジを交換して太いネジにできる、で使わないネジは横にしまっておけるということで、ここにネジ穴がついています。こういうことで非常にこだわりの三脚なんですけども、まあ、最後にマクロレンズ付きの EOS R5 なんかを取り付けたりしますけども、超望遠レンズを取り付けるだけじゃなくって、まあ、製品写真とかですね、きっちり撮影をしたい場合ということになると、このプロフェッショナル 2NS すごく安定感が高くておすすめなんです。重いということは何かがぶつかっても動かない、動かないということが非常に重視される撮影ということがありますね。複数のスタッフが関わっていて、機材のセッティングをしているときに、うっかり誰かがぶつかったというときに、三脚そのものが重いですから簡単には動かない、セッティングしたポイントを維持し続けるということができます。スリックのプロフェッショナル 2NS、 ぜひこの重い三脚ですね、チェックいただければと思います。